香港住宅委員会、中国語、香港防衛委員会、英語、香港ハウジングオーソリティは、1973年4月の住宅条例に伴って、香港特別行政区政府が設立した行政機関である。住宅を必要としている人々に、質の高い生活環境を提供することを目的としており、実際の施行は、香港政府の住宅局が行っている。 住宅所有計画と呼ばれる香港における公営住宅の計画、建設、管理を担っている。委員会の主席は運輸住宅省の長官の陳母が兼任しており、残りの委員会メンバーは行政長官が任命する。住宅委員会が関わった住宅は179の公営住宅76万戸にも及び200万人以上が居住している。 南文殿の香港公開大学付近にある住宅委員会本部学富にあるカスタマーサービスセンター南文殿本部の展示施設1973年当時の香港総督であったクロフォード・マレー・マクレホースの10年住宅建設計画を後押しするため民選議会市政局の香港住宅建設委員会が再編される形で設立されたただし英名は 香港ハウジングオーソリティのまま変わっていない。この時、移住事務局と都市サービス所の住宅建設課が住宅局に統合された。また、政府所有の17の角層や、香港住宅建設委員会所有の10の角層やと、移住区が公共住宅として引き継がれた。1978年には、中流階級に向けた持ち家を提供するため、 住宅所有計画がスタートする。2000年、砂田の園、島角にある、油水園の D 棟、E 棟で使用されていた杭が、使用を満たさない、短い杭であったことが判明したため、安全上の理由から解体されるというスキャンダルがあった。同様の問題は、元明の天水学校にある、天根小園でも発覚し、こちらは改修工事を施し、10年間の、 構造メンテナンスを行うことが約束された。元明の問題の物件は2007年から2013年にかけて販売されたが、この際には住民に安心してもらうため、さらに10年のメンテナンス保証がなされた。天根省園の問題で、連成交渉は7人を訴え、2003年の裁判の結果、品質管理エンジニアとアシスタントの エンジニアリングスーパーバイザーの二人が詐欺で有罪判決を受け、懲役7年を言い渡された。二人は上訴し、最高裁判所では有罪を認めた上で、最終的には懲役4年8ヶ月が確定した。悔いの問題は10年住宅建設計画始まって、以来のスキャンダルとなったが、当時の担当者は現在も住宅計画に関わっているとされる。住宅委員会は、 公営住宅の他に、中天望屋と呼ばれる仮設住宅や政府所有の高層工場ビルの管理も行っている。しかし、近年香港政府は、建築設計、工学、数量計算、情報技術システム、資産管理などの分野でアウトソーシングの利用を積極的に行っており、これにより多くの公営住宅の資産管理は民間のマネジメント企業や香港住宅協会に、 引き継がれている。例外として、賃貸管理は住宅委員会が担っている。2005年以降、住宅委員会は住宅に併設される、ショッピングモール、市場、駐車場などの施設の大部分をリンク不動産投資信託基金に売却した。しかし、その後、リンクが大幅に賃料を上げたため住民の怒りを買い、結果として住宅委員会は、 新しく完成した住宅を売却する計画を取りやめた。元住宅建設委員会所有元香港、モデルハウス協会所有元政府所有連想や元移住事務局、所有住宅委員会所有公営住宅住宅所有、計画住宅住宅委員会所有中展望や、住宅委員会が設立される以前、移住事務局は、住宅だけでなく、自然災害や、 政府の土地収容の影響を受けた家庭工場や小規模工場を対象とした工業ビルを建設した。最初の移転工場ビルは調査湾工場ビル1号棟であり、1957年10月に完成した。以降、芝湾、スケアツに、大河口、新河場のみかげ、三つつみ、元明、青井優にも同様の工場ビルが建設された。 建物の設計は H 型、I 型の2種類があり、すべて7階建てである。H 型は第1型仮設住宅と同じ形をしており、2つのウィングの中央に公共トイレや浴室を備えている。一方、I 型は単独の建物で構成され、トイレはビルの両側に設置される。1973年、もともと移住事務局の所有していた8棟の 工場ビルを住宅委員会が引き継ぎ、1973年から1984年にかけて、さらに9棟の工場ビルを建設した。新しいタイプの一部ビルは7階から最大20階まで、階数を増やしており、これは地形に応じて変更されている。工場ビルの需要が低減すると、住宅委員会は新たな建設を中止し、一部の工場ビルを解体して、 住宅や学校、オフィスビル、娯楽施設に作り変えている。現在、移住事務局が建設した工場ビルとして残存しているのは芝湾工場ビルのみである。移住事務局方式の工場ビル住宅委員会による新デザイン工場ビル、ありがとうございます。